様こんにちは、山芋です。こんにちは。なんとですね、アイテムショップにたくさん来ました、服が。ちょっとこのゲーム内の中ではお知らせとして来ていなくてよくわからないので、ピクミンブルームのツイッターを先に見ていこうと思います。こちらは公式ツイッターで出てたやつなんですけども、お知らせって書いてますね。今日からミーの新しいアイテムが登場。キャップやパーカーをはじめ、スポーツの秋にぴったりなランニングシューズなど登場。ショップでコインと交換できます。ぜひ秋のコーディネートをって書いてるんですけど、これ期間限定とかも何にも書いてなくて、最初だから安いとかもないんですよね。で、ちょっと一つ言わせてほしい。何よ。まあ、今日出てるんで全て買わせていただくんですけども、なぜセット割がないんですか？いや、私が単品にしてほしいって、初めの頃にね、帽子とか服別にしてよとか言いましたけども、お洋服業界、ゲーム内でのアバターのお洋服はね、大体どのゲームもセット割りというものが存在しているんですよ。まあ、確かにここにいっぱい来ると、いっぱいバーってね、セットだとこれ、単品だとこれって書くとややこしいかもしれないんですけど、本来ならセットはこれ、単品だと割高みたいなのがよくあるっていうか、結構その類が私は多いと思います。いろんなゲームで課金してお洋服を集めてるんですけども、このまま単品でね、定価で出されてもちょっと主婦はドキドキしますね、これはっていう感じです。お願いします。ただまあ、それをするならちょっとこのショップもね、単品とかセットっていうボタンをちょっとやらないとみんな迷惑になりますよね。こう下までバーっとショップ行かないといけないから、ちょっと難しいですね。まずここのやつが見やすくなったりとか、ショップがカテゴリー別になったりとかした時に、ぜひセット割を導入をお願いしたいです。で、一応、全て購入していって、ここのわさわさってなってるのを処理します。やばい、1個足りんかった。ちょっと気持ち悪いな。もうちょっと100円分だけ課金します。120円課金します。ごめんなさい。ちょっと割高なんですけども、ちょっとごめんなさい。1個だけ買えないのは気持ち悪かったんで、ちょっと買いました。私の計算が間違ってなければ、全部で2610コインですかね。およそ2600円ぐらいの、まあ、お値段ということですね。だからちょっと強気の、鉄砲バンバン撃ってるようなゲームのスキンとかは、まあ、3000ぐらいするんで、まあゲーム業界で言うとそこまで高くはないですね。ただそういうのでもやっぱり武器の色とか、その付属品とかセットで安くなってるんで、ちょっと考えてほしいなと思いますね。いや、ショートパンツが一番可愛いんじゃないの。どれいけるどれいける。あ、いっぱいあって悩むな。で、あ、これでも前のやつとかといっぱい合わせれそうで可愛いかも。いいね。帽子がここら辺が新しいやつですね。迷彩いいですよね。これ全部可愛い。シューズみたい。あ、いい、いい。いいですね。一人楽しくなってきてますかね。あ、こうやってやるのね。私あんまりランニングとかをしない人なんですよね。あー、すごいおしゃれだね。でもね、なんかウォーキングしてる感がある。すごくいいのか。こうだ。おー、これ全部無地なんかな。もしかしたら後ろに何かあるとかある。ちょっと待ってね。ちょっとアウターの後ろ姿は特に大丈夫。 OK。でも気になるのは後ろ姿に、なんか後ろに模様があるかとかだけど、ないですね。後ろに模様ないですね。でもこれアウター着るなら、正直この黒の T シャツとさ、この前のやつとかとよく似てるもんね。まあでもかっこいいんじゃない。まあ、一番最初のやつを言えばかっこいいね。なんかよく見たら生地の質感とかがすごい、なんかナイロンみたいな感じで、冬はちょっと着ぐるみくるんじゃないこれ。そうか、一応全身セットとしてはないんだ。いや、ますます一応
なんだろうな、なんとかシリーズみたいな、秋のコーデ ABC みたいな感じで、一応セットもあって単品もつけてほしいな。やっぱこうね、ボタン1個で着替えれるっていうのもそれはそれでいいと思うんですよね。とてもだってここに今ミーのマイセットってお洋服のマイセットできないんでしょねえ。ちょっと今持ってるやつとちょっと合わせてみましょうか。ひまわりにアウターを羽織ることもできる。あえてサンダルとかね、あえてヒールとかね。ボトムスなんか履いてんの、あーキッズ感出ますねでこれ T シャツを変えたい。あーすごい面白いね、このチラ見せを変えれるっていうのって。私どのゲームも好きなんですよね。いや無地よりだってこうやって柄物の方がいいもんね。だったらこの色無地の T シャツいらないくないってなっちゃう。ちょっと私ちょっとダサい感じのこんな感じでいこうかな。かわいいじゃん。どうみんな、ここちょっとピクミン触れないからね、ここにいる子は。おーいおーい、ちょっとシャツが出てるね後ろ、面白い。あピンクの靴いいかも。まあでも正直全部買ってるの私ぐらいで、ほとんどの方は買わないんじゃないかなと思います。なので私また買うからセット割りよろしくお願いしますで今多分お察しの人は分かると思うんですけども、私まだ花札のお題が終わってません。で今青の花びらを巻いている最中です。辛いです。でまだ被り続けてて新しい子着てないです。ちょっとまあコンプはまあほぼ諦めつつゆっくりやっていこうかなと思います。ちょっと大金を使いすぎてるんでちょっと気をつけて生きていこうかなと思います。皆様からいただいたスパチャなどで、購入させていただきました。ありがとうございます。今日病院行ってきたんですけど、もう完全にコロナ後遺症で喉が完全に治らないです。とりあえずお薬もらったんで早くこの喉の違和感から解放されたいなと思っております。絶対に流行り病にならない方がいいです。私しんどいです。かわいそうに。ありがとうではご視聴ありがとうございました。よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。Being